こんにちは、まーさんです、ね、あの本編には関係ないですけど、これハケ、ハケです。でこれ長尾さんのオープンフレームなんですけど、これねすげー便利なんですけど、あのホコリがかぶっちゃうんですよね、掃除しないと。でさあ本編です。で今まで重量級のものが続いたんで、今日はですね軽量ってわけじゃないんですけど、あのシンクセンター M75Q2 っていう、レノボのちっちゃいですね PC をご紹介というかレビューしたいと思います。その筋の どの筋じゃ、その筋の方々にはあのね大人気の、そしてよく知られた PC ですけれども、AMD の Ryzen 7ですね。で CPU は選べるんですけれども、これは Ryzen 7 Pro 4750GE っていう、プロセッサーですね。で GPU が内蔵されているものです。まあ、いわゆるあれですね、 APU って言われるものですかね。で、私の構成としては CPU は最強にしましたけれども、他は最低限ということで、メモリは 4GB を2つの 8GB、まあ、これはデュアルチャンネルをね聞かせるために、メモリは2枚にしてます。で SSD は M.2 の SSD で256で、Wi-Fi はですね後からつけるとめんどくさかったんですよ。あの M7591 を買った時にね、先代のモデルを買った時にめんどくさかったんで、今回はオプションでつけました。はい。でまああとディスプレイポートの出力ですね、こちらもオプションで、追加しました。であとは普通通りかな、 65W の AC アダプターで1年間の保証付きで63,325円ですが、ね、あの買い方とかはググれば結構出てくるんですけれども、あの楽天リーベイツっていうサイトをですね通すと、ポイントが加算されますということで、ポイントたまに 20% 還元をやってることがあるので、私 20% 還元の時に買って、6万4000円ぐらいのその 20% の還元だから、まあ、約1万3000円なので、まあ、実質ですね5万円ぐらいで購入できたということになります。そう考えると、非常にお買い得な PC ということで、ね、皆さんに人気があるのもうなずけます。ね、あの YouTube でもレビューいっぱいあるので、あの、まあね、今更かよっていう感じなんですけれども、一発目のレビューとしてですね、まあ、反則というかもう決定的に、違うことをやりたいと思います。まずですね、私がこの PC を買った理由としては、まあ、普段使いの PC として、まあ、YouTube だったりとか、ね、あのその他もろもろ、私あの 4K のデュアルモニターにしてるんで、それなりにあの GPU は重視したいんですけれども、まあ、そういう PC として、使おうと思ってます。でこれあの AMD さんのサイトから取ってきたあの Ryzen のAPU4000 シリーズの、表ですけれども、Ryzen 7 Pro っていうのが、まあ、最高峰のモデルが2つありますと。で、まあ、4750G と 4750GE っていう2つの、ね、モデルがありますけれども、今回の GE ってやつは 35W の TDP なんですよね。まあ、消費電力がより少ないということで、この CPU が APU が欲しいんですよ。でね、まああわよくばあのこのレノボさんのこの PC のままでも使っていいんですけれども、ね、この APU を他のマザーボードにつけられないかなとかっていう、こう横島なね、気持ちが湧き上がってきておりまして、まあ、それをね止められずについつい買ってしまいましたというわけでございます。はい。というわけでですね、開封をしていきたいと思います。はい。というわけでカッターでね、破りまして、さあ中に入ってるのはですね本体と、それからですね、まあ、段ボールのケースがありますと。これは本体ですね。いや、ちっちゃい。でこの段ボールのケースの中にはですね AC アダプターと AC アダプター用のその電源ケーブルですね、あと Wi-Fi のアンテナ、もうこれだけです。マウスとかキーボードは私今回つけませんでしたので、これだけで本体ですね。最近この
ね、部品抜き取りとかのを防止するための封印シールが貼ってあるそうですよ。ね、あの日本ではそんな起こらないでしょうけど、海外とかであるのかもしれないですね。で、このシールを破りまして、中から出てきたのは M75Q2 という。ね、やっぱりちっちゃいですね。手のひらサイズの、PC というところのコンセプトは変わらず、前の方は電源端子、それから USB、それから普通の USB ポートと、まあ、ヘッドホンジャックですね。で、Ryzen Pro 7のシールが貼ってある。で、背面はですね、こんな感じになってます。で、あの、1って書いてあるところ、そうそう、そこですね。これが、あの、オプションのディスプレイポートです。で、他は、標準じゃないか。他は、USB とか並んでますけれども、LAN の隣にあるこの金色のところが、オプションで付けた Wi-Fi のアンテナのところですね。はい。で、まあ、電源投入前にね、今回分解をしたいと思います。というのはですね、これも AMD さんのサイトから取ってきた図なんですけれども、プロセッサー、プロ用のその、プロと銘打ってあるプロセッサーはですね、なんかいろんな仕掛けが施してあるらしくって、なんか一番上に PC マニファクチャラーセキュリティフィーチャーズって書いてあると言いますけど、関係拡張じゃないか、いろんなところの情報によるとですね、どうやらこの 4750GE っていう APU は、一度レノボのこのパソコンで電源を入れて起動すると、もうですね、他のマザーボードでは使えないようにロックがかかるっていう風に書いてあったんですよ。ねえ、私みたいな輩がいるから多分そういうことをするんでしょうけれども、じゃあ逆に電源を投入する前に取ったら動くんじゃないのっていうね、風に思いました。まあおそらく出荷前にテストしてるんで起動されちゃってるかもしれないんですけど、また、まあ、されてるんでしょうけどね、ちょっと試しにやってみたいと思います。ということで、私は一切電源を入れずに今から分解をして APU を他のマザーボードにつけます。さあどうなるか楽しみですね。はい、というわけで電源を入れる前にいきなり分解したいと思います。M7591 っていう先代のモデルをもうすでにちょっともう手元にはないですけども、まあ以前分解したことがありますので、まあここら辺は私慣れてるつもりです。後ろのね、ネジを外したら、スライドさせたらパカッとね、開く仕組みになってます。で、中身はこんな感じですね。で、一応裏側もね、ひっくり返して中身見ときましょうね。ここをスライドさせると、メモリと SSD が入ってます。で、メモリは今回ね、4ギガを2枚っていう最低構成にしました。まあね、どうせ後で変えるんですけど、はい。最初何に刺さってたかっていうとですね、このメモリ。よいしょ。ハイニックスのメモリですね。うん。で、SSD ですよ、問題は。問題じゃないけど、ね、何かな、何が刺さってるかな、サムスンかなとかって思ってたら、ユニオンメモリっていうね、私あんまり存じ上げないメーカーのものが刺さってました。はい。まあ、大丈夫でしょう。で、元に戻って、ここはね、M.2 じゃなくて、SATA の 2.5 インチの SSD とかハードディスクを、まあ、つける場所ですね。ある程度の、拡張性がありますというところです。はい。でね、もう分解しちゃいますよ。で、ここがね、CPU を、覆ってる、まずクーラーのとこですね。まあ、ここはカパッと外せますと。で、この前の方にですね、ピンが、電源ピンとなんかわかんないピンが2つ刺さってますんで、これを、まあ、取ると、まあ、カパッと外れます。はい。まあ、これもね、タイニーシリーズ共通の仕組みなので、まあ、全然迷うことなし。で、次は、ヒートシンクですね。今回はネジ3点で止められてましたので、ここのネジ3つを外していきます。ご興味があれば、前の私の P340 っていうシリーズの動画をご覧いただければと思うんですけど、P340 の時はですね、結構なんかマニアックなヒートシンクでびっくりしました。
はい。でね、あのこの 2.5 インチのハードディスク SSD をつけるところはですね、邪魔なんでちょっと取っておきましょう。はい。でですね、ついに CPU を取り外しますということで、ヒートシンクをね外さないといけないんですけれども、これあのサーマルパッドがついてたりグリスが固着してたりとかっていうところがあると思いますので、なかなか硬いですね。怖いですね。はい、取れました。ね、グリスがベタってついてますけど、そうそう、このサーマルパッドがあるので結構ねガチッとくっついてましたよ。はい。で、まあ、このねグリスを拭き取っていきます。ね、アルコールで残ったやつもきれいに拭いて、お、出てきました、 4750GE って書いてありましたね。で、慎重にですね CPU を、 CPU なの APU なの、これを取り外します。はい、改めて 4750GE、 いいですね、かっこいいですね。でこれをね X570 のマザーボードにつけたいと思います。さあどうなるんですかね。はい。今回のマザーボードはですね、ASUS の、ROG の X570 ゲーミング、ストリックスゲーミング E だったかな、です。でですね、CPU を慎重につけまして、これちょっとね、横向きだから、あの、穴の位置がちょっと微妙によくわかんないんですけど、はい。まあ、無事ね、あの、取り付けられました。で、この後ですね、グリスをつけまして、簡易水冷の、ヘッドをね、つけていきます。ね、グリス、ちょっとつけすぎじゃねえかと思いました。今見ててね。はい。で、今回、APU なんで、マザーボードからこの出てる映像出力端子を使えると思います。まあ、使えればいいですね。はい。で、確信、起動しますか。ここですよ。いやーダメですね。2、3分粘ったんですけど、これ見てください、あのマイクロコードが15っていうところでねいつも止まるんですよ。で15っていうのがね、あのメモリのチェックと CPU のチェックのなんかちょうど間のとこぐらいな感じでしたよ、マニュアルで見ると。だからねやっぱりもうロックされちゃってる後なんでしょうねきっと。でまあ、一応悪あがきとして、グラボをねつけた状態でもう一回やってみようと思って、まあ、あのこれはクアドロ RTX4000 っていうちょっとマニアックなグラボですけれども、こちらを挿してやってみてもですねやっぱり15で止まります。うん、止まっちゃうんだな。延々と15を繰り返してるね。はい、という心の声をね、聞いたところで、まあもうこれ諦めました。で大事なのはね戻せますかっていうところで、またなんか変な情報が CPU に書き込まれてたらね嫌ですよね。これ元通りに組み立てて起動しなかったらもう私この動画のレビュー1を作るためだけに買ったようなもんですもんね。もう意味ないから、もうどうにか起動してほしいということで必死に組み立て直しますね。本当に起動しなかったらただのなんでしょうね、重い箱ですからね、重くはないか、分鎮、いわゆる分鎮ですよね。さあそろそろ出来上がりますよ。さあネジを締めて完成。別に自作 PC じゃないから完成も何もないですけど、さあ電源入れましたよ。なんか画面が出てこないですね。
出る連打してるけど、そんなのどうでもいいから早く画面出てこいよみたいな感じですけど出てこない、あー出てこない、どうしましょう。そうっすね、まずいかもしれねえっすね。ねえ、俺大丈夫かよって見ちゃうねえ、大丈夫かな。まあね、そんな感じで連打してる時にやっと出てきました。あ、よかったよかった、ね、今見てみたら髪をほっと撫で下ろして髪をかき上げてますね、私ね。液晶にちょっと反射して映ってました。はい、ということでなんか起動しそうですね。でなんかわかんないけど画面が点滅してますが、 Windows ちゃんと起動しましたということで、これでほっと一安心ですね。通常のレビューの第一歩のところまでやっと到達しました。はい、ということでですね、まず最初にやることは Windows が起動したら何かっていうと回復ドライブをね作るところでことですよね。ということで USB メモリを挿して回復ドライブを作ります。というところで、レビューの1回目は終了でございます。はい、ということでまとめですね。いろいろあがきましたけれども、電源投入前に CPU を抜いてもですね、すでに CPU はロックされております。なので無駄無駄無駄ということでですね、これを閉会の言葉とさせていただきます。ということで、ね、今日はもう解散しましょう。はい、解散解散ということでですね、次からちゃんと普通のレビューをしたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またコメント、それからまあいいねとか悪いねボタンですかね、悪いねっていうか評価のボタンですねとか、いろいろと押していただければ参考にさせていただけるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では次もお楽しみに。